Google アカウントを設定する方法をご説明します。ホーム画面からプレイストアをタップします。新しいアカウントをタップします。姓名を入力し、次へをタップします。アットマークより前の部分を入力し、次へをタップします。 Google で使用する任意のパスワードを設定します。パスワードの登録間違いを防ぐため、パスワードの再入力にもう一度先ほどのパスワードを入力します。パスワードを入力したら、次へをタップします。予備のメールアドレス、セキュリティ保護用の質問と答えを入力します。入力を完了したら、次へをタップします。今は設定しないをタップします。利用規約などを確認し、同意するをタップします。上記のような画面が現れますので、しばらくお待ちください。画像認証が表示されるので、表示されたテキストを入力します。必要に応じて Google Play の購入設定を行います。バックアップについて確認し、次へをタップします。利用規約を確認し、同意するをタップします。Google ID の設定が完了です。